初代ドロヘダ公爵初代、ドロヘダ公爵チャールズ・ムーアは、アイルランド王国出身の貴族、政治家。1752年から1758年まで、ムーア死者の儀礼称号を使用した。アイルランド担当大臣、アイルランド兵団武装官、アイルランド優勢長官を歴任した。第5代ドロヘダ伯爵エドワード・ムーアと、サラ・ポンソンビーの息子として、 1730年6月29日に生まれた。1744年にコルネットとしてイギリス陸軍に入隊。1746年のカロデンの戦いでは軍旗を持つ役割だった。1750年に大尉1752年に少佐に昇進した後、1755年1月に名誉昇進して中佐になり、 1759年12月7日に第18系竜気平連隊副隊長に任命された。その後、1762年8月3日に隊長に昇進、1770年8月30日に、少将に、1777年8月29日に、中将に、1793年10月12日に、大将に昇進、 1821年7月19日に陸軍元帥に昇進したが実際の戦闘には参加しなかったという1757年から1758年まで戦闘ニス選局の代表としてアイルランド庶民院議員を務め1758年10月28日に父が死去するとドロヘダ伯爵位を継承1759年10月16日に アイルランド貴族院議員に就任した。1759年1月12日から1822年に死去するまでミーズ県総督を務め、1760年8月29日にアイルランド数密院の数密顧問官に任命された。1758年から1760年までフリーメイソンの一員としてアイルランドグランドロッチのグランドマスターを務めた。 1764年から1765年まで、アイルランド担当大臣を、1764年から1770年まで、金セール総督を、1766年から1767年まで、アイルランド総督代理を、1764年から1822年まで、 キングスカウンティ総督を1766年から1822年までキングスカウンティ首席治安判事を1769年から1822年までクイーンズカウンティ首席治安判事を1774年から1822年までクイーンズカウンティ党官を務めた1770年から1797年までアイルランド兵隊武装官を務めた 1776年10月に放射無選挙区の補欠選挙でグレートブリテン庶民院議員に当選したが、1776年から1779年までの間に投票の記録がなく、この3年間のほとんどを海外で過ごしたとされる。1778年の手紙によると、海外滞在は体調の回復が目的だったという。その後、 1780年に帰国して、同年3月に、商務庁の廃止に賛成票を投じるなど、与党側で行動したが、同年の総選挙に出馬せず、議員を退任した。1783年2月5日に、聖パトリック騎士団が創設されると、同年3月11日に、定員15名のうちの一人に選出された。1791年7月5日、 アイルランド貴族であるドロヘダ公爵に除され、1795年3月5日にドロヘダ公爵としてアイルランド貴族院議員に就任した。1797年から1806年までアイルランド優政長官の一人を務めた。アイルランド王国とクレートブリテン王国の合同を支持したため、1801年1月17日に連合王国貴族である ケント州におけるムーアプレイスのムーア断尺に除された。1822年12月22日にダブリンのサックビルストリートで死去。1823年1月3日にドロヘダの聖ピーター教会に埋葬された。息子チャールズが爵位を継承した。演劇を好んだ。ギャンブルもたしなみ、1763年に スパで銀行を破産させるほどの大勝利を収めた、報じられたが、同時代の文人ギリー・ウィリアムズは1764年12月の手紙で、ドロヘダ伯爵にギャンブルのスキルはないと述べている。ホレスウォル・ポールによると、大酒飲みであった。1766年2月15日、アンシー・モア・コンウェイと結婚に男7条を設けた。ありがとうございます。